2020年、新型コロナの影響で夏の甲子園が中止となりました。夢を奪われた当時の高校球児が立ち上がり、壮大なプロジェクトが今動いていて、今日から資金集めのためのクラウドファンディングが始まりました。鹿児島からは神村学園 OB が参加予定で、当時の選手たちは3年越しの甲子園に向けて期待を膨らませています。高校時代の仲間ともう一回野球ができるっていうことが楽しみ。こう話すのは3年前神村学園野球部でキャプテンだった古川智樹さんです。3年越しの甲子園を楽しみにしています。今年の2023年11月の29日にあの夏を取り戻せプロジェクトが甲子園で開催を決定しました。先月開催日程が発表となったあの夏を取り戻せプロジェクト、夏の甲子園が中止となった2020年に各都道府県の地方大会を優勝したチームを集めて甲子園でのプレーを実現させようというもので、全国各地の44チーム、およそ1000人が甲子園に集まる予定です。発起人は武蔵野大学3年の大竹優斗さんです。東京出身の大竹さんもあの夏甲子園を目指していた元高校球児の一人です。僕たちってスキルや経験はないですけど、若さはあるというか体力はありますし、だからこそなんか若者が立ち上がることができればいろいろ世の中が変わっていくんじゃないかなって、若者に対して伝えたいなって思ってます。イベント開催にあたり課題となっているのが資金面です。そこであの夏を取り戻せプロジェクトでは、甲子園球場の使用料や全国から集まる元高校球児たちの交通費などを集めるため、今日からクラウドファンディングを始めました。多くの方々に支援していただきたいなと思っていますし、なので1000円2000円というところから入れられるような設定にしているので、多くの方々に応援されるようなプロジェクトにしていくので、ぜひ皆様応援お願いします。一度は諦めていた甲子園への道が開かれようとしています。やるって聞いてたんですけど、具体的になかなか進んでなかったので、本当にあるのかみたいな気持ちもあったんですけど、ようやく日程も決まってもう一回みんなと野球ができるなっていう実感を湧いてきました。古川さんは東京農業大学で現在も野球を続けています。甲子園には当時の3年生21人全員で参加したいと話します。特別な場所なので、みんなにとってもとても大きな経験になると思うので、本当に楽しい。あの夏を取り戻せば、今年11月29日に甲子園球場を借りてセレモニーや試合などを行う予定です。はい、このあの夏を取り戻せのプロジェクトについては、このライブニュースでも以前お伝えしたことあるんですけど、本当にその11月甲子園を借りての開催が決定したということですね。そうですね。いや、その行動力素晴らしいですね。はい、クラウドファンディングについて詳しくは、はい、あの夏を取り戻せ公式ホームページご覧ください。はい、そしてこのプロジェクトなんですが、はい、目標は7000万円になっているんですね。はい、それに対して午後5時時点ではすでにおよそ240万円が集まっていると。今日から開始して240万円ですね。そうなんですね。ということなんです。はい、いや、これ私たちも楽しみにしたいなといったところがありますね。はいはい、